ピードを上げていく前に、あの平泳ぎとクロールしかいらっしゃらないんで、あの、あ、じゃあ背泳ぎと平泳ぎしかいらっしゃらないんで、あの2つとも淳さんが得意なんで、お手本シーンで、得意じゃないですけど、僕ちょっとバタフライやらないのでちょっと悲しいんですけど、やってですか？リスタートやりますかね。じゃあ先に淳さんが、背泳ぎの 50m、あの、そうです、浮き上がりから、あの、なんですか、泳ぎ直しも、泳ぎ直しも、折り返しも含めて、正面から見てもいいかも。正面から、あ、集中もいいですね。じゃあ2回やってもらうんですけど、2回やってもらう、いきますよ。
伸びないんですよ、泳ぎが。苦しいばっかりで、ね、ストローク数も増えるし、それをこの出て伸びる伸びる伸びるイメージ。いや、出る角度は一緒なんですけど、出た後伸びようとするところを意識すると、ちょっと泳ぎが変わると思います。水中の方は？水中の方です。伸びの方です。水中の方は進むんですか？こう上がるわけなんですよ。こう上がって、この角度で行ったら、この角度で潜っていくんです。バタフライも、まあ、短距離とかだったらちょっとパワーマーサーとかあるんですけど、やっぱりちゃんと 100m 泳ごうとするとこういう泳ぎになるんですよ。よく出てくる。あれって登るときと下るときがあるんですよ。潜るときがあるんですよ。でその時のやっぱキックの入れ方とかで、あの1ストロークあたりの距離が 2m 進む人と 2m50 進む人の差があるんです。それが結局 50m になるとスピードの差なんですよ。ワンストローク大体みんな 1.00 秒とか 0.98 秒とか大体そのくらいのストローク数、ストロークテンポですね。一回ここ入ってまたここに戻ってくるまで。でその1個が同じ1秒で 2m いけるのか 2m20cm いけるのか、これが大体みんな、あの、なんですかね、タイムの差になる。同じ長さで。マスターとかよく平泳ぎで北島とか見すぎてこう上に上げてるんですよ。上にこう上げて手を上にわざと上げて全然進んでない人。あれ別に上げなくていいです。中でこうやってやれば。で北島とかよく小木さんとかよくこうやってやってこのことで面白いです。筋力が北島は上げてるんですけど、早くこうなってます。これは。こう上げるためなんだよね。こう上がっちゃって、これこう入れるための方なんだよね。そのためにこうやってこの手を押してる。この手を押してる。一番悪いパターン。見た目だけ。この後のこのこっちを潜る方を意識しないと。伸びです。これが伸び。クロール、クロールの。前はスパーリングのイメージですね。でキックはちょっと下、あの体の下に蹴るイメージになるとか、それを意識すれば大丈夫。これでこうやってこれ持ってあげてるじゃん。ここまでやったら抜いちゃう。ここのスパーリングだけなんで。上に上げておくと、水を取って、体を下に沈めてくれるので、引っ張り替えたら、抜いて、前に。まあ、やりましょう。あとは水の抵抗との問題なんで、できるだけ水をかわす。かわす。50を同じく4回。好きな種目で、好きな種目でやってみたい種目ですよ。クロールもいいし、バッタでもいいし。次の前。今日お仕事だ。何でもいいですよ。タイルワンでもいい。他の前。好きな種目。3秒、よーい。Thank you.
2回あるんですよ。1回が舐めてるだけです。舐めてるだけ。あの特にキャッチの方が舐めてるんです。だからキャッチの時はちょっとちゃんとキャッチに合わせたキックをしないと水がロールできない。今日飛ばしましたか。あー、もうね、このぐらいしか出てないです。それがやっぱ後の伸びに、あ、1で上がって多分結構2で伸びる。この使うためにここを飛ばすと完全に動きしやすいです。聞こえたわ。あ、この辺を伸びて、伸びて、完全に結構分かりやすい。分かりやすい。テンポが一番、タイミングが一番いいので、背中で乗る。あと肘曲げると、さっきの話じゃないですけど、さっきの話じゃないですけど、大きく大きく使って、大きく使って、大きく大きく大きく昔の水泳がこうやってやったら返ってくるんですよ。ここなんですよ。ここでやるのはここに行為者がここでも乗っていいの。ここまで来たら無理に持ってくるような感じ。健康と、今の選手健康と肩健康するんですよ。僕、平均時間も長くなっちゃったんですけど、こうやって考えて、今の選手って、考えたこう、この辺を使いながら。この辺を使いながら。それが何ヶ月やってると、やっぱ、ちゃんと。これちょっと待って、支えられる。こうしてキャッチしたら、一緒に持ってくる。いいじゃないですか。フォームが、キャッチしたら、フォーム、全然体が行って、まず大きく行っていくと、意識しないと。そうそうそう。もちろん最後のポーズは重要なんですけど、イメージの前。Thank you.
忙しいですから、もっとゆっくり、それを1、2、3、その方が、その方が進むことないみたいな、だから、もぐって、そう、それで、ゆっくり、ゆっくり落ち着いて、ゆっくり落ち着いて、それやると、違うところに。Thank you.
Okay.
顔を出す。